歌手の中画前事務所との葛藤を乗り越え、ルーナのサポートを受けて正式にソロアーティストとして第一歩を踏み出しました。彼女はソロデビューアルバムのショーケース中に元事務所との対立について打ち明けました。中はソロデビューすることについて、デビューから6年を経てついにソロデビューすることになりました。ここに到達するために私は多くの努力と研究を費やしました。感謝の気持ちを持ってステージに立ちますと所感を伝えました。彼女のソロデビューアルバムハウルには、傷を負った2人がそれぞれの小さな世界でお互いの小さなヒーローになる物語が含まれています。中は魅力的なボーカルと独特の音楽カラーで自分のアイデンティティを表現しています。また彼女はこの日全所属事務所ブロックベリークリエイティブとの対立を思い出し涙を流しました。中は望まない話題となってしまい、正直悲しくて悔しかった。私より大変だったはずのファンに謝罪をし、彼らに対して決して不名誉なことをしたことはないと言いました。この信念のおかげで自信を持ってアルバムを準備することができましたと語りました。そして全事務所との対立があったにもかかわらず、ルーナのメンバーは依然として強い友情で結ばれており、中のソロデビューをサポートしてくれたメンバーにも感謝を表しました。ルーナのメンバーにも自分の音源を聞いてもらって彼女たちの反応を確認しました。メンバーは私をたくさんサポートしてくれた。たくさんの励ましをいただき励みになりました。アルバム制作中は困難や不安に満ちた時期もありましたが、メンバーは私にメッセージを送ってくれて、不安を克服するのを助けてくれました。彼女たちにとても感謝していますと語りました。大きな試練を乗り越え、念願のソロデビューを果たした中の今後に注目が集まります。